どうもピョキンです。今日もトロールコースト一発マリオやっていきますか。で、今日のトロールコース、レックスエズアンガトカッコニーベルトロールということで、それは猫の王ということですね。面白い、面白いじゃないか。こっちはヒヨコの王として活動をやってんだ。猫の王かヒヨコの王、どっちが格上か見せてやりましょう。でも制作者さん、こんなトロールコースを作ってくれてアンガトー、そういうのいらないよ。マリベの動画で寒いギャグなんて誰も求めてないから、そんなことを言う暇があったら早くやってすいません、いつもしょうもなくて。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 0.49%。 いや、久しぶりの 3D のトロールコースだね。2つ前の動画だったっけな、 3D の着地禁止のコースやったと思うんだけど、それで 3D のトロールコースめっちゃやりたくなってきたね。それじゃあ、まあ開始だから一旦ハテナブロック叩いてみる。あ、1キャップなんだね。右は？まあまあこっくらい倒せるよ。かなり一発マリオやってきてるからね、僕は。みんな見てて、ここでヒップドロップ、開幕派だ。なるほどね、最初のハテナブロック無視していいと。そしてこのノコノコを踏みたいと思います。それで亀の甲羅を手に入れたけど、どうした今日、絶不調ですかすいません、しょうもないミスをかましてしまいました。じゃあここは亀の甲羅を下に投げろっていうことだね。そんでオンオフが変わって先に滑るっていうことか。そんでこの下は、この下も針があるから、もう一回オンオフをしろっていうことか。それじゃあオンをしたいと思います。こっからなんだけど、右に投げたらいけないってことは、もう下に投げるしかないよね。なんでこの回のコーラ一旦下に投げてみる。そしたらオンが変わるみたいだ一番リアクションが取りづらい、こういうのやめてくんないかな。さっきからチョコバカとコロコロしてんじゃねー。もうこのコースの全ての10分の1は分かりました。右でもダメ、下でもダメということは、この亀の甲羅を左に投げてオンをしろと、そういうことなんじゃないんですかね。やってるね。それじゃあ先に進んでいきますか。この右のハテナブロックはなんだ、一気アップ、そして行き止まりということは、ここでめくり返しの頭パッカーン。さすが 3D のトロールコースだね。その付近にしかできないようなトラップで騙しに来てる。いや面白い、いいよ、どんどんこの調子で来てほしいね。まだ僕は物足りないぞ。それじゃあこの土管に入って、ここは何もしない、ここは左の矢印を信用してよかったっていうことだね。そしてこのフラワーを取って、上はいけないしね、このまま先に進む。察したわ、もうすべて察したわ。これ上タッチブロックあるでしょ、やっぱそういうことだと思いました。で、ここで積みっていう感じね。いや、これはそんなには難しくないんだけど、このフラワーが邪魔なんだよね。いや、本来だったらさ、このフラワーを避けながら多分このお化けに当たれっていうことなんだろうね。いや、これ地味に難けえな、この場所で壁キックするのが。まあでもこの知りたい救命陣、こんくらいぐらい楽勝。じゃあ恋の場所に追っておけっていうことかな、そのための目印。なるほど、これで先に進めるのか。いや、ほんとわかんないよね。まずあのキラーの当たり判定でわかんないし、ここなんか来そうだな。やっぱ来ると思ったよ。僕は冷静に対処して左に逃げたいと思います。ヒューじゃねえんだよこっちがヒューだよ。うわ、これ先に進めないのかな。こういう一発マリオあったよね、ここで倒せるみたいな。僕は絶対に倒したいと思います、このパックを。パッパッパッ、ここはね、この場所で何もしなかったら中間ポイントが取れるっていうことでしょ。そしてこの赤い土管に入っていけばいいのか。右上に青い土管もあるけど、どっちなんだろうね。まあまあ中間ポイント取ってるしね。こっちはダメっぽいね。ということは青い土管が正解なのか。どうなんだ、ここから上に行けないよ相当焦った、閉じ込められたかと思った。そしてこの木箱絶対いるよ、きっと。この木箱がないとスネークブロックはまずい、絶対に引っかかる予感しかしない。もうチーじゃないんだって。ここの2つのスネークブロックは右にダッシュして右のスネオに渡る。そしてこのスネークブロックは大丈夫なのか、上にパックンが襲ってきてるけど、いい加減にするざます、スネちゃま。そういや最近さ、鬼滅の刃の遊郭編っていうの見てるんだけど、めっちゃ面白いね。もう面白すぎてめっちゃハマってるんだけど、まあ、何が面白いかって言ったら、あんまりネタバレになるから言えないんだけど、ああいうのってさ、人のために戦ってるじゃん。そういうの見てて気持ちいいよね。じゃあここはどうすればいいんだろう。上に行ってもう土管に入るしかないよね。土管に入ってこの木箱を持ってすぐに土管、ブブって言われたよ。大丈夫ですかね。大丈夫じゃない様子だ。こっから左に行けばまだ間に合うよ。そしてここ
これ閉じ込められたんじゃないの。この透明度感、入ってまた戻るであってんの。あ、なるほどね、これで進めるのか。そして上のワープブロックに入るであって、いや、これこそ倒せるんじゃない。見て見て、このうまさ。もう一回さっきのリベンジかましました。そしてこの猫を取って右に進めと。進めないね、木箱邪魔ですね。それじゃあここはジャンプすんなっていうことだよね。右下のチャンピオンがさ、ジャンプしたら一緒にジャンプして木箱でさ塞がれるんだよね。じゃあここのハンマーブロス倒したいと思います。そしてこの木箱を持ってどうする、何か来るのか。ハンマーじゃない、今度はファイヤー。あぶって、これは誰もがジャンプするでしょう。え、ここ右に行って倒せってこと。チビのまんまちょっと厳しくない。あ、わかった、この猫になって進めばよかったんだね。なんでここは先にハンマーブロスを倒す。いや違うんだって。こら、ハンマーブロスよ、みんなにカッコ悪いところを見せてしまったじゃないか。まあ、いつもカッコ悪いところしかお見せしていないんですけど。じゃあここは戻って一旦このアイテムを取って先に進めと、そういうことですね。大丈夫ですか、チビになってしまいました。くらえ、箱攻撃が食らわないか。うわ、中間ポイント、次こそ絶対に中間ポイント取りたいと思います。いけ、夢と希望を乗せた羽ばたみカーッ、テイク2アクション。次こそ中間ポイントを取ってみせたいと思います。くらい、夢と希望を残せてた。やっててんびゅってはっなんか全然しゃべれんかった。まあまあ中間ポイント2も取れてることだし、気を取り直して進んでいきましょう。そんでこのワープブロックに入ればいいのか。さあ次はどんな罠が来る。残りはゴールのみ。ここは上の緑の土管に入るしかないよね。その後にまた赤い土管に入れっていう感じなんかな。いや、なるほどね、ここで一旦戻って下に行けと、そういうことだと思います。うわ、赤い土管、いや、なんか赤い土管はさ、中間ポイント戻されそうだね。多分こっちが正解だよ。それじゃあここはドッスンが来る。なんで一旦右でヒップドロップしてドッスンを足止めする。ここはどっちだ、右、判断が遅い。もう分かりました、下のドッスンはパラシュートが咲くから落ち着いていこう。落ち着いていったら下にワープブロックが見えるね。ということは左でいいんじゃないんでしょうか。さあ、嬉しこインコイン終わったね。テンションが高くなってしまいました、すいません。じゃあここはちくわブロックに乗って下に行けばいいのかな。このワープブロックで合ってる。なんかまたパックン出てきそうじゃない、大丈夫かな。一旦斜めから行きます。これで合ってる。え、戻された。え、なんか戻されたみたいな感じだよね。もしかしてさっきと似たような作りでこっちが違うパターン。いや絶対そうだ、多分赤の土管はゴールなんだよ。さあ赤の土管行きたいと思います。どうなんだ、やったぜ。どうもありがとうございます。はい、それじゃあ次のコースはメガロバニアというこのコース。説明文にですね、今日は素敵な日だ、花が咲いてる、小鳥たちもさえずってる、そんな日にはお前みたいなやつは地獄で燃えてしまえばいい。ということで、まあメガロバニアといったらアンダーテールで使われてる曲なんですけど、そのアンダーテールを再現したようなコースなんじゃないんでしょうか。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 0.44%。 いや結構クリア率低いよね。でメガロバニアって言ったらマリオメーカー2の中でいろんなコースあるんですけど、大体似たような感じだとは思うんですよ。まあ今日はどんなコースなのか楽しみにしております。メガロバニア流れるのかな、この顔面狂気が。なるほどね、最初にこの3本をジャンプしておけろと。そしてこの後右に進むのか。この針結構狭いよね。雲ってさ移動するの難しいもんね。そんで次はここはアンダーテールの、なんかこういうのあったね、攻撃を避ける感じでしょ。いや面白いねこれ。そんでさ、門なんだけどめっちゃ寂しいよね。ここは多分ね、雲持っていかない方がいいと思う。あ、結構短かったねこのステージは。それじゃあ次は何が来るんだ。ここも何かを避ける。なるほど、3本避け続けると。いやいいね、ここで音楽開始っていう感じ。いやでもそんなに難しいね。あ、
中間ポイントくれるんだね。いや全然気づかなかった、あの土管のところに中間ポイントの旗があったなんて。てっきりねクリア率が 0.44% ってめっちゃ低かったからさ、中間ポイントなしでゴールしなくちゃいけないと思ってました。そして見てください、この華麗なるステップを覚醒してます僕。それじゃあこのステージは終わりっていうことか。そして次のステージ、一番上真ん中下を駆使しながらこの3本を避けろっていう感じだね。いやいいね、音楽も盛り上がってきてる感じするよ。すいませんね僕の声がうるさくて、なんで音量大きめにしときます。これはそんな難しくないね。そして次は右、この下に落ちれば、なるほど早く右に進めっていう感じのコースだね。この針を避けながら、おお変わんないだろうな、トロールコースはさっきしたばっかりだから疑ってしまうじゃないか。大丈夫かこの先、そんなのわかるか。この下に降りた時からさマジで音楽が良くない、ちょっとみんな聞いてて、僕黙らないから、黙らないけど聞いててやべえ鳥肌立ってきた。エアコンの温度設定めっちゃ低くしてるからね、ここは開かないぞ、どうすればいいんだ。オッケー、マジでめっちゃ楽しい、さっきしたトロールコースの 1.00 倍ぐらい楽しいね。ここはじゃあ爆発した瞬間に右ダッシュ、そして土管に入れません。なんでですの、ここ右押しっぱでいいのかな。じゃあ右押しっぱしてみるよ。そしたら、あ、右押しっぱで入れるんだね。てっきり右押しっぱしたらさボム兵に当たると思ってました。ここはビームを避け続けろと。いやそっから来るのは想定外だよ、左はずる。いや面白い、めっちゃ面白くなってきたね。このビーム避けるのって反射神経コースっぽいところあるよね。パラメーター反射神経に全振りした僕に勝てるかな。メカクッパイもうどっか行ったのかもうちょっとだけ戦いたかったね。あ、ちょ待って、はっはっはい、この最初のメットがあるじゃん、この最初のメットをいかに最後まで残すかが大事になってくると思うんだよね。絶対残しておいた方が楽になると思うからさ、なるべく当たらないようにしていきたいと思います。そしてここも少し難しいんだよな、こうジャンプしてこの3本避ける、来ましたね。さあここで中間ポイント取れるのか、頼む取らして、えまた再生、いや上等じゃねえか。その稲妻いくつ飛ばしてくる、11個飛ばしてきたら僕は稲妻11って呼ぶからな。ちょっと期待した、稲妻11って叫びまして、ちょっと期待した、あ、いやまだ大丈夫。いやもったいねえな、あそこでメットなくしたのは。それじゃあ進んでいきましょう、マジで集中すると思うからさ、この先ちょっと無言になるかもしれない、そうなったらごめんね。さあここで雲に乗って、これ、いや厳しいんだよねこれ。でもリンク取ってるからさ、一回当たってもいいってことでしょう。いや優しい制作者さん、優しいね。でもそれでもクリア率 0.04%、 ごめんなさい間違えました 0.44%。 どうなるこの先、何が来るんだ。いやゴールできました。いや本当にこのコース作られた方天才的な職人だね。すごく楽しませていただきました、どうもありがとうございます。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。